猿夢を見てしまった男の末路。俺は昔から夢を見ている時に、今自分は夢を見ているんだと自覚することがあった。俺はなぜだか薄暗い無人駅にいた。間もなく電車が来ます。その電車に乗るとあなたは怖い目に遭いますよ。次は池作り、池作り。男の体からは次々と内臓が取り出され、血まみれの臓器を次々と投げ捨てられていた。は？何なんだよここ、何が起きてるんだよ。次はえぐり出し、えぐり出し。俺は今まで感じたことない恐怖を前に勝手に体を丸めていた。そしてここで夢から覚めないと終わると本能的に感じた。待てよ、次は俺なのか。早く夢から覚めてくれ、早く。次はひき肉、ひき肉。やめてくれ、夢から早く覚めてくれ。ひき肉というアナウンスを容易に想像できた俺は全神経を集中させ、夢を覚めろと念じた。しかし刃物が回転している機械の音が聞こえてきて、気がつけば小人が私の膝に乗ってこようとし、その変な機械みたいなものを近づけてきた。いや、やめろ、なんだよこの夢、早く覚めろ。これは俺をミンチにする道具だと思うと気が気じゃなくなり、夢を覚めろ、覚めろ、覚めろと目を固くつぶり、さらに一生懸命念じた。しかし音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになった。あ、夢か、あ、夢か、よかった。俺は全身汗びちょびちょになっていて、目からは涙が流れていた。俺は寝床から台所に向かい、水を大量に飲んで落ち着きを取り戻そうとした。恐ろしくリアルな夢だったが、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせた。あれは夢だったんだよな、そうだよな。それ以降その類の夢は一切見ない生活に戻った。しかしそんな出来事も忘れかけていたその日からちょうど4年後の日に同じ夢を見てしまった。次はえぐり出し、えぐり出し。え、これって。俺の前の前にはトラウマになったあの人、全く同じ光景が広がった。次はひき肉、ひき肉です。俺はまた夢から覚めようと必死に念じた。しかしまた機械の音がだんだんと近づいてくるのが聞こえた。やばいやばいやばい、早く覚めてくれ。その瞬間ふっと静かになり、俺はどうやら何とか逃げられたと思って目を開けようとした。その瞬間、また逃げるんですか、次来た時は最後ですよと、あのアナウンスの声がはっきりと聞こえた。目を開けるとやはりもう夢から完全に覚めており、自分の部屋にいた。あの声、夢から覚めたのにはっきり聞こえたよな、一体俺が何をしたって言うんだよ。それから現在まであの夢は見たことはない。しかしそれ以降眠ることが異常に怖くなった俺は重度の不眠症になった。次にあの夢を見てしまったらきっと心臓麻痺になるだろうと思うと、自ら眠ることを絶対にできなかった。だがもしかしたらそんなのはまだマシなのかもしれない。なぜならばあちらの世界では俺はひき肉になってしまうのだから。